フローチャート漢方薬治療2、57ページのフローチャートは慢性下痢には人参湯というものです。症例は69歳で華奢な女性です。消化器内科での投薬は無効でした。慢性下痢のファーストチョイスである真武湯の熱服も無効。そこで人参湯32番を投与しました。これも4週間ではあまり変わり映えしないと言われましたが、真武湯よりはちょっといいかなと言っていました。そこで気長に続行、次第に下痢は収まりました。人参湯は4つの抗生生薬で、肝経、肝臓、槽術、人参です。肝経と肝臓は肝臓肝経湯っていうんですね。花粉症の時にも結構効く組み合わせです。まあ4つの生薬からなる、慢性下痢に対する漢方薬ということになりますね。で、生薬のポイント、人参湯は字のごとく生薬に朝鮮人参を含むゆえに与えられた名前である。他に肝経と槽術、肝臓から構成される。で、人参と肝経を含む漢方薬は、人参湯の他には、黄連湯120番、桂枝人参湯82番、大健中湯100番、大防風湯97番、陶器湯102番、半夏写真湯14番、半夏白術天麻湯37番である。どれも下痢や腹痛に効きそうに思われる。ちなみに、桂枝人参湯は、人参湯に桂枝を加えたもので頭痛にも、ね、効果がある。まあ生薬に落とし込むと結構いろんな推測ができますね。さてレベルアップです。人参湯には肝臓が1日量で 3g 含まれる。 2.5g を超えるので慢性下痢なので、長期的に投与するときにはギ・アルドステロン症に注意しよう。西洋医学で警戒しないような慢性下痢が漢方でスカッと治ることは稀である。なんとなくいいのかなの延長に警戒感が訪れる。長期処方となるので不快な作用には気をつけましょうということが書いてあります。57ページ、慢性下痢には人参湯というフローチャートでした。